ということで、ランニングアドバイザーですね、今ちょうど受講している会場にいるんですけど、2日間みっちり僕も受けさせていただきました。本当に濃い内容で、もうあっという間に過ぎました。朝から夕方まで2日間みっちり、まあ、座学と、あとはもう実技ですね、実際に動き作りと、あとはね、AD の研修なんかも入ったりして、本当濃い、朝から晩まん、夕方までなんですけど、本当濃い内容で、正直僕も頭にパンパンになるぐらい、そうですか、濃い内容で受けさせていただいて、で、実際にあの2日間あの講師をしていただいたのは、園原さん、ありがとうございました。もうランナーしてる人、やってる方で、ね、知らない人はいないんじゃないかと。いいえ、とんでもないですよ。もうランのスペシャリストだし、もう競歩ですね、競歩のスペシャリストであり、で長年培ったもうこの知識が織り交ざって、もうね、本当に素晴らしい講義、とんでもないですよ、貴重な経験させました。で、せっかくなのでね、はい、あの園原さん来ていただいたので、まあ、ランニングアドバイザーとはっていう部分と、はい、あと、まあ、そもそもランニングアドバイザーって、まあ、どんな人が受けるといいのかな、はい、どんな風に広まっていくといいのかなっていう部分を、はい、まあ、園原さんからちょっとお聞きしたいなと思いますので、はい、お願いします。まずね、ランニングアドバイザーっていうのは、あのランニングってこう競技だけじゃないじゃないですか。今東京オリンピックも来年開かれるんですけど、スポーツって見る人、支える人、それからやる人、いろんなこうポジションでね、やっぱスポーツって関われると思います。で、ランニングっていうのはこう身近なスポーツですし、2007年に東京マラソンがこう市民マラソン大会としてね、制限時間が非常に長くなって誰でも参加できるようになって、ですからランニングって今まで競技としてしか見られなかったものを、一般の方の健康づくりだったり、あるいはもっと文化にしようとか、あるいは生活の中のこう潤いを与えるとかね、楽しみそのものにしたいということで、だから我々のランニング協会、どちらかというとなんか強い選手を作ろう、速い選手を作ろうって、そこももちろん情報としては出すんだけど、ベースは一般の市民ランナーの皆さん、あるいは一般生活者の皆さんの中の生活の中にランニングがね、きちんと入り込めるような、で、入り込むためにはやっぱりランニングってこうリスクもあるので、頑張りすぎるとこう熱中症だったり膝壊したりとか、頑張りすぎて、低血糖症だったりといろんなこうリスクもあるので、そこをきちんと排除できるような情報で、かつランニングってどちらかというと小学校の時からバスに使われた経緯があるじゃないですか、うん、走ってこう、ありますね、だからこう本当は楽しいことなのになんかもうやらないでおこうっていう方もいらっしゃるので、ぜひランニングの楽しさ、心地よさ、そんなこともお伝えしたいなっていうのもいい。それともう一個は、ランニングってこう身近ですよね。とても誰に言われなくても明日から今すぐでもできるんだけども、意外とやりだしたはいいけれども退屈だなとか長続きしないなってことがあるので、そのランニングをやっぱりこう継続していただけるようなね、なんかこうきっかけを与えたりモチベーションを高めるようなね、そんな情報もお出しできればってことで、ランニングアドバイスを受けていただきたい方は、ランニング経験ない方でもいいし、とにかくランニング興味がある方、それから、今人生100年時代なのかね、年齢も関係なく、どなたでも、本当にどなたでもです、あのいろんなところにご不自由があったりちょっと病気がちの方もどなたでも結構ですのでね、元気な方だけじゃなくても受けていただければと思ってます。ありがとうございます、はい、もうね、伝えたいことがね、多分山ほどあるんですけど、実際に僕も受けさせていただいて、あの細かいね、まあ、実際にどういう受講だったのかっていう雰囲気とかも多分皆さん気になると思うんで、まあ、この後僕は別でね、ちょっと若干ですけどお伝えできたらなと思いますんで、そっちの方もね、ぜひ見てほしいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。日本ランニング協会がね、運営するランニングアドバイスですね、今回撮ることができました。こちらです。ありがとうございます。まあ前週の動画でね、先週じゃない、前の動画でランニングアドバイザーのね、資格をちょっと取りたいなっていう発信をさせていただきました。まあ理由としてなんですけど、まあこう何年もね、ランニングトレーナーとか、あの実践的なね、部分でいろいろやらせていただいたんですけど、やっぱね、いろんな角度で物事を学ぶことがすごい重要だなっていうふうに思いまして、まあ今、いろんな人のね、話を聞いたり、まあトレーナーの話を聞いたりとか、いろんな講習とかに参加したりして、まあ自分で調べるだけじゃなく、いろんな人の方が経験したことの話を聞くってやっぱ手っ取り早いわけですよ。まあ参考文献とか本とか読むのもすごい重要なんですけど、やっぱ実践的にいろんな話を直接聞いたり、そういうのに参加すると、多分ね、自分への吸収率も早いし、まあいろいろ僕もね、引き出しを増えた方が、皆様にいろんなことをね、お届けできるなっていうふうに思いがあって、まあ今回ね、ランニングアドバイザーの資格をちょっと取らせていただきました。
で今日はね、まあ、この日本ランニング協会を運営しているこのランニングアドバイザー、まあ、実際にね受講したので、まあ、どんな感じだったのかなっていうところも含めてね皆さんに紹介したいなっていうふうに思います。じゃあで受講としてはね、丸々2日間やります。まあ土曜日日曜日2日間のセットでやるんですけど、朝から夕方まで日中2日間やります。で実技が 実技じゃないわ座学が結構メインなんですけど、まあ座学がメインなんですけども、途中に実技も入っていたり、あと AED とかですね、AED の実技とかもあったり、で、最後ね、まあ論文とかテストとかちょっとやって2日間締めくくるっていうところなんですけど、まあ僕はね、想像していたランニングアドバイザーとはね、ちょっと違う感じでしたね。うん。なんかもうちょっと僕の勝手なイメージなんですけど、勝手なイメージで思ってたのが、やっぱこのトレーナーになるためにはとか、ランニングトレーナー、ランニングアドバイザーとしてやるためにはもうどういう風にやった方がいいのか、例えば説明の仕方だか、なんかそういった感じのイメージをしてたんですけど、決してねそういった感じじゃなかったですね。そういった感じじゃない。なんか一言で言うと、やっぱランニングっていうところをもう一度見直すっていうようなところが結構ポイントとしてあったかなっていうふうに思います。で今回受けてみて、トータルのイメージというと、ランニングアドバイザーを取る、まあ、どんな人が取るといいかなっていうところなんですけど、これからランニングトレーナーとかランニングアドバイザーの仕事をするっていう人だけじゃなく、市民ランナーの方たちがこういうものを積極的に取る方が特にありかなっていうふうに思います。こういろんな人に指導していくって内容ももちろんある、もちろんあるんですけど、それ以外にやっぱ自分自身にとってランニングって何なのかなっていうのを見つめ直す部分、もちろん栄養の話もあったり、もう体の動きとかの部分もあったり、そういった見直すのような内容が結構多いんですよ。なので自分自身にランニングしてる人だったらやっぱね突き刺さる内容が結構多いので、本当に市民ランナー、趣味程度でもランニングしてる人でもやっぱこういったねランニングアドバイザーの資格を取るっていうのもなんか勉強するっていうことがね、今後ランニングを継続していく上では結構重要なポイントになってくるので、結構このランニングアドバイザーって聞くと今後そういった仕事をしていくっていうイメージがあるんですけど、決してねそんな感じではなかったですね。うん。なんでランニングする人全員が対象っていうようなイメージだったので、なんかこれを見てる方全ての方がね結構対象になるのかなっていうふうに思います。で内容とかね一部公開すると、まあ本当、まあ、トレーニングメニューとかのね話ももちろんあるんですけど、まあ何のためにやるのかとか、そういったところですね。あと怪我をしないためにとか、あ、こういうのも結構ありましたね。こういったトレーニングの、まあ、注意点とか、やっぱ怪我をしないためにどうすればいいのか、逆にこう怪我をしてしまった時にどういう対処法がいいのかとかね、そういった話も結構ありますし、あと栄養の話も、まあ、食事面をねどうしたらいいのか、トレーニング前、あと、まあ、レースの1週間前とかどうしたらいいのかとかね、そういう話でも結構あったり、あとね実技的な話、あの実技の部分もやっぱ結構面白かったですね。まあ、自分の体の動きを理解することっていうのは結構重要ですよね。で動画とかで見ると思うんですけど、自分のランニングフォームとかって思ってる動きと動画で撮ると全然違うじゃないですか。全然違う。ということは自分が思ってるような動きができてないっていうことなわけですよ。ここね今回僕も見直す部分が結構多かったですね。で結構運動神経がいい方とかランニングセンスがある方っていうのはこれが多分できる方だと思うんですよ。だから自分が思ったような動きが実際にできるかどうか、ここがランニングにおいても結構重要なんじゃないかなっていうふうに思います。運動神経ある方っていうのは多分それが自分がこういうふうに動いたら、あ、こういうふうに動いてるなっていうの多分分かると思うんですよね。ただほとんどの方っていうのはその自分の動きに結構気づいてない部分が多いです。で僕も自分自身の動きってそこまでやっぱ理解まだできてないし、実際にこんな感じで動いてても動画で撮るとやっぱちょっとイメージと違かったりするわけで、そこを修正していくっていう話も結構面白かったですね。でそのために自分の体を理解するために、まあ、どういった動きをするのかとか、まあ、ドリルとかね、そういった話も結構あったので、人に教えるっていう部分ももちろんあるんですけど、やっぱ自分自身にこう返ってくるっていう面が多かったので、ぜひねこれは本当いろんな人に受けてもらいたいなっていうふうに
思います。で定期的に開催されてます。今2ヶ月に1回ぐらいやってるのかな、おそらく。で話をね聞く感じではやっぱ受ける方が結構増えてきたりしてるので、もう回数をちょっと増やしたりするかもしれないですし、内容もね多分トレンドがいろいろ変わってくるので、内容もねいろいろ変わってきたりするのかなと思うので、ぜひね皆さんもこの日本ランニング協会をやってるランニングアドバイザー少しでもね、まあ、興味がある方、まあ、もちろんランニングトレーナーとかアドバイザーを目指してる方はねもちろん資格として取っておいた方がいいかなと思います。もちろんどういうふうに教えたらいいのかっていう内容も含まれているのですごい勉強になります。じゃなくても本当ランニングしてる方にもね、行き詰まってる方、ランニングしても記録が伸び悩んでるとか、どういった風にすればいいのかなって悩んでる方っていうのもね、こういう機会を大事にするのも結構ありかな。やっぱね、いろんな人の意見の話を聞くってやっぱいいですよね。うん。僕も本当最近いろんな人に出会うように心がけていて、なんか話があればすぐに飛んでいってその人の話を聞く。でその人の話を全て真に受けるっていうわけではないんですけど、やっぱ自分の中の引き出しにその意見を入れとくっていうのは大きいですよね。いざという時にそれを使うことが出てくると思うので、ただその時に引き出しがなかったら使えないわけじゃないですか。とにかくやっぱ引き出しとかポケットをいっぱい持っていくっていうのは結構重要で、こういうランニングアドバイザーとかのね、まあ、講師やってる方っていうのはもう陸上経験が豊富だし、ほんと細かいいろんなことを知ってるわけですから、聞けばいろいろ教えてくれる部分なので、ぜひぜひね皆さんも興味ある方はねやってほしいなっていうふうに思います。今現在ですね、小学生相手に、まあ、走ることを教えてるんですけども、やっぱり走るってことをですね、まあ、なかなか言葉でうまく伝えられない。まあ、そういう意味では2日間ですね、まあ、講習受けて、まあ、やっぱりうまくこうなんていうんですかね、実例を交えてこううまく伝える、分かりやすく伝える、まあ、その辺ですね、非常に園原先生ですね、まあ、上手にその辺ですね話をされてて非常に参考になりました。まあ、これからあれですね、子どもたちにも、まあ、今回いろいろこう、勉強になったことがありますので、それを生かしていきたいなというふうにちょっと思います。はい、受講させていただきました太田と申します。ちょうどまあ50歳になる手前というところで、まあ、個人的にはちょうどサラリーマンを辞めたというタイミングで、まあ、自分の店を地元でやりたい。でその中で、趣味であるランニングの知識とか、そういう部分を深めたいという気持ちで、まあ、受講させてもらったわけですが、本当にいろいろ今まで我流でやってたランニングですけども、いろんな知識を教えていただいて、もっとこの楽しむっていう意識を、持って、これからの何でしょう、ランニングの取り組みに生かせていけたらなというふうに思います。で今後はやはり、東京多摩地区に住んでるんですけども、たくさん走ってて気持ちいい場所があります。まあ、そういうところの何て言うんでしょう、一人でも多くランニングを楽しんでいただけるような、環境づくりだったり、まあ、そういう部分でもし何かお手伝いできるようなことがあれば、私なりにまた協力とか、やっていきたいなというふうに思っておりますので、もし何かしらの機会で、走っているところを見かけたらお互い声かけられたら嬉しいと思います。ありがとうございました。はい、2日間いろんな食事も含め体の使い方とか、今まで自分は経験値でやってたんですけど、細かくすごい楽しい先生に教えてもらって、あっという間な2日間でした。今後はニューバランス含め初めてマラソンをやる人とかに走ることってしんどいって思われがちですけど、楽しいよっていうのを伝えられたらいいかなと思っています。以上です。こちら拓也と申します。都内で内科医をしてまして、こちら日医ジョガーズに所属していて、医療支援層などをやってたりだとか、あとは、都内の日比谷ライド、日比谷公園の駐車場の地下にあるランニング施設でランニングコーチをしてます。今日、2日間ランニングアドバイザー
講習を受けまして、まあ、今まで、マラソンに関しても深く知ってたつもりだったんですけども、まあ、知識を新しくブラッシュアップできたというふうに感じました。何でしたっけ？テジです。何でしたっけ？今後何したいかとか。今後ですね、はい、まあ、今後、まあ、普段病院では病人を見ているんですけども、まあ、今後、まあ、ランニングをされるような健康な方たちに、運動だけじゃなくて、まあ、食事や運動、あとは睡眠、あと自分肝臓専門医なんで、まあ、お酒と絡めたなんかそういうアドバイスをいろいろできたらなと思いまして、そういったようなことを何ができるのかっていうのは今模索する最中です。吉永と申します。今回2日間の講習で走る上での体の重心であったりバランスだったり、バネだったり学んで、いかに自分自身が普段の走りで基本的な動作ができていないかということを痛感しました。私自身地元の方で小学生に陸上を教える活動を行っていますので、この2日間で学んだ知識を子どもたちに生かして、そこで怪我の予防ですとかパフォーマンスの向上につなげていければと思います。